1941年、太平洋戦争勃発。なぜ戦争にまで発展したのでしょうか。それはナチス率いるドイツが近隣諸国に侵略を始める。それをきっかけに第二次世界大戦が勃発。またアジア地域の侵略を狙った日本はドイツやイタリアと同盟を結び、アメリカとの対立を深めます。12月1日、イギリス、アメリカ率いる連合軍に宣戦布告することを決定しました。翌日、連合艦隊司令長官山本五十六は海戦の暗号でもある新高山登れを発信し、7日にはハワイ真珠湾への奇襲攻撃を開始しました。作戦は見事成功し、米太平洋艦隊は壊滅状態に陥り、アジア太平洋戦争は始まったのです。戦争が長引くと日本の人々は苦しい生活を強いられ、物はいつも不足するようになりました。そして最後には広島と長崎に原子爆弾が投下され、日本は降伏し、戦争は終結しました。